沖縄市産婦人科医クリニック島袋文です。タンパク質の取り方シリーズ2、おすすめの食材、どんなものをタンパク質取るのに取ったらいいかっていうことをお伝えしたいと思います。で、まあ、血液データでタンパク質不足の人が多くって、不足してますよって言ってもお肉しっかり食べてますっていう風に言われる方多いんですけど、じゃあお肉よりは魚を食べてねってよくね紹介してるんですけど、本当に何をタンパク質取るために取ったらいいか食べたらいいかっていうことについて、まあ私の意見を述べたいと思います。でまずですね、タンパク質でアレルギーリスクが増えてしまうことがあるってことで、卵とか乳製品っていうのは毎日取ってると、もともとアレルギー持ってなかった人もアレルギー反応が体に起こって、卵を食べるたんびに体が調子悪くなってるかもしれない。でもそれが食べて即座にガーッとどっか痒くなるとか調子悪くなるとかってあると気づくんですけど、あ、これちょっと自分に合わないかもって気づくんですけど、実はですね、そういうアレルギー反応っていうのは即時型アレルギーって言って、保険で診療できるアレルギー検査だとこれが引っかかってくるっていうのがあるんですね。でもこれで引っかかってなくっても遅延型アレルギーっていう別なタイプの免疫の抗体をチェックする検査があるんですけど、これでしかわからないアレルギーっていう状態もあるんですね。でこの遅延型アレルギーっていうのは2、3日後に症状が出てきて不調が起こってる。だから毎日食べててずっと調子悪くても卵のせいだと気づかないとか、そういうこともあるかもしれない。でまたですね、私の家族でですね、健康にいいと思って毎日ヨーグルト食べてたことがあったんです。でもう1年以上かな。でそうすると、その数年前にやったアレルギー検査、遅延型アレルギーでは乳製品には特にアレルギー反応なかったのに、毎日ヨーグルト食べてた後に1年後ぐらいに検査したら乳製品にアレルギー反応が結構高く出てたなんていうことがあって、あ、じゃあこれちょっと体に良くないかもって、だから毎日食べるのは良くないと。あとヨーグルトも乳製品あんまり良くないよってところでは、まあ嗜好品として時々にしといた方がいいよってところなんですね。で卵に関しても非常にいいタンパク源なんですけど、2日か3日食べたら1日まるまる一切卵を食べない日っていうのを作ってあげて方がいいと。で乳製品も毎日取らないようにした方がいいってところですね。でおすすめ食材の卵っていうことでね、こちらの方でも説明あげてるのでよかったら見てみてください。でタンパク源としておすすめなの納豆もね、おすすめ食材としてあげてるんですけど、納豆も結構おすすめです。あとおからとかも結構いいですよってことで、おすすめ食材シリーズでいろいろあげてます。でタンパク質をさらに分解したアミノ酸の形で栄養が取りやすいのが煮干し、だし、味噌汁 でこれ詳しくはこちらに上げているので、また YouTube でも上げてますから見てもらいたいんですけど、煮干しを粉砕して粉にして汁にすることで栄養がバッチリ取れるというところなので、ぜひ煮干し、だし、味噌汁生活おすすめします。で乳製品はなるべく避けた方がいいですよって詳しい説明はこちらで上げているので、またぜひこちらの方も動画も見てみてください。で肉より魚がおすすめっていうその理由なんですけれど、話せば長いってところで、加工肉は避けましょう、肉は危険だっていうところでね、こちらで動画とコラムで上げているので、ぜひこちらもチェックしてください。で魚に関しても大きい魚、マグロとかメカジキとかっていうのは食物連鎖でどんどん小魚のとかのから体の中に濃縮されていって、水銀などの有害重金属が体に溜まってしまってたりするんですね。だから大型魚取ると有害重金属をたくさん食べてしまうことになるので、できるだけ小魚の方がいいと。あとお魚の脂っていうのはオメガ3系の脂肪酸 EPA DHA も取れるってことでね、頭も良くなるっていうところなんですけど、肉の脂っていうのは飽和脂肪酸で血液ドロドロにするっていうところなので、まあ魚、しかも小魚がおすすめですよって、おすすめ食材になりますね。でもし肉を食べるんだったら、まあできるだけ抗生物質とかホルモン剤が使われてない、あと牛肉はもともと牛って草を食べる動物なんですけど、効率を良くするために穀物を食べさせてるんですね。なので草を食べさせてる牛肉っていうのはグラスフェッドビーフっていうんですけど、こういったのを選ぶとお高いんですよね、こういうので。普段になかなかこの抗生物質ホルモン剤不使用とか放牧平飼いの元気な家畜の肉なんて食べられないので、まあ、肉は時々でいいんじゃないかなという感じで、で私も前はタンパク質取るために肉って言ってた時があったんですけど、いろいろ勉強してeクリニックでもお食事でお肉を出す時にはお祝い膳に豚肉かお魚を選んでもらう、あとは
鶏肉を時あの週に何回かだけ少しだけ出すみたいな感じにしてて、あの地球環境のためにも牛肉や豚肉よりもあの鶏肉があの環境に負担がないというところで、地球にも体にも優しいのは肉じゃないよって、肉じゃない方がいいよって、あとは野生の肉でイノシシとかシカなどをあの食べるっていうのもあの方法としてあるなんだよっていうことがね、あの挙げられてたりします。あとフェイクにミートって言って、肉に見せた大豆タンパクとかね、もう本当にあの肉のように味付けされたものとか、これまた詳しくまた説明はこっちに挙げてるんですけど、あのアメリカではビヨンドミート社っていう会社がね、あの人工肉を製造開発してるんですけれど、これあの作る過程でですね、温室効果ガスをあの肉に比べると 90% あの少なくて済むということなんですね。だからあの体にあお財布じゃなちょっとお金はかかるんですけど、まあ、地球環境にはむっちゃ優しいということで、日本でもその肉に見せた人工肉っていうのがあの発売されていて、イトーヨーカ堂とかスーパーでも買えるらしいですね。で、あのまあ沖縄だとネットで買うってことになるんですけど、オンラインあの販売されて、ネクストミーツっていうところがオンラインで売ってるっていうところなので、まああのこういった人工肉っていうのに挑戦っていうのもありかなと。で、まああの添加物としてね、焼肉味でタレがついてて化学調味料とかがついちゃってるので、まあこの辺に関して私としてはちょっとおすすめ度が落ちるんですが、まああのこういったものもあるよってことで、どうしても肉食べたいってんだったらこっちもありかなっていうのはしてるといいかなと思います。あとはですね、あの昆虫食、これなんか私知らなかったんですけど、ふえーと思ったんですけど、蝶と森の土を育てるって桐村あの先生の本にねあって、あの桐村先生も昆虫苦手ってことなんで、あのおすすめするってわけじゃなくて選択としてありかなと。あの東京にはあの昆虫食が食べられる居酒屋もあったりするってことで、ほえーってコオロギそのまま食べるほえーって思うんですけど、まあ粉末にしてタンパク源としてあの調理に使えるみたいな、そういうのも販売されてるっていうことですね。非常にあの効率のいいあのミネラルも取れるあのタンパク源だそうです。まあなかなか挑戦するのは今後遠い未来のことかななんて思ったりはするんですけど、まあそういう選択、タンパク質としての選択肢、こういうのがあるよってことですね。あとはね、非常にあの優れたタンパク源としては、あの藻類、あのクロレタとかスピリナとかこのユーグレナっていうのが、あのミドリムシって別に虫じゃなくって、あのこのモ類のねあの名前らしいんですけど、まあこういったものがあの非常にタンパク質量もあの豊富で、あのしかも地球環境にも優しいし、あの栄養も豊富ということで、まあ、ユイクリニックでは今現在はクロレラと玄米酵素スピルリナっていうのを扱ってはいるんですけど、まあ、こういった選択もあるよってこともぜひ知っててください。で、あとプロテインをね、タンパク取ろうという時にあのよく飲んでますって、だからタンパク質あの筋肉つけたいしタンパク取るためにプロテイン飲んでますっていうふうな方が結構いらっしゃるんですけど、私もあのタンパク質不足で妊婦さんにプロテイン勧めてた時期もあったりはしたんですけど、プロテインって消化が難しいんですよね。なのであのプロテインを飲んでちゃんと血液中にあのタンパクとして還元されていくかっていうとちょっとクエスチョン。あとはね、いろんなのあのプロテインにやっぱり、ね、添加物がすごい多いんですよね。もう甘味料だったりとか、あの味付けに香料だったりとかで、こういったものを取るっていうのはやっぱり健康によろしくないってところでは、健康のためにプロテイン取るっていうのはちょっとあんまりお勧めしないかなって。でユイクリニックでもヘンププロテインって言って、もう全然変なもの入ってない、あの麻の実から作られたプロテインパウダー売ってはいるんですけど、まあこれならばまだ取っていいプロテインということでね、あのうちでも扱ってます。ただだからあのプロテインガンガンにとってね、腎機能悪くなっちゃった人とかもいるんですよ。腎臓にすごい負担かけてしまうということで、あの消化吸収を助けるためにあの玄米酵素とか、それから酵素プレミアーゼっていうあの消化を助けるあの酵素サプリメントを置いてるんですけど、こういうのを補ってあげながらあのタンパクを取るっていうのはおすすめかなと思います。であとプロテインを飲むときに豆乳とかアーモンドミルクをとか野菜ジュースで飲んでなんて言うんですけど、豆乳もアーモンドミルクも野菜ジュースもどれもちょっとおすすめしていないんですね。でやっぱり加工品よろしくないよっていうことで、この辺で豆乳やアーモンドミルクっていうあんまりおすすめしないってことはこっちで説明してるので、またよかったら見てみてください。あと市販の野菜ジュースは加熱殺菌されて酵素とビタミンがぶっ壊れてるので、まあそれもおすすめしない。だから取るんだったら水で取る
で甘みがなくってまずくて飲めんってんだったらちょい蜂蜜とかね、砂糖とか人工甘味料っていうのは避けた方がいいかなっていうふうに思います。で、あとは吸収を良くするために腸を良くしないといけない。腸内環境が悪いとどんなに頑張ってタンパク質とかね鉄のを取ったりとかして貧血やタンパク質不足を良くしようとしても良くならなかったりするので、腸を良くしてしっかり栄養を取るっていうのがおすすめですね。以上ですね、タンパク質不足、タンパクを取るためにおすすめの食材についてご紹介しました。ありがとうございました。